岐阜県の中津川市に来てます。いわゆる東濃と呼ばれるエリアですね。今日はその東濃の中で気になってるけどまだ行ったことがない店に行ってみたいと思ってます。恵那山トンネル、だいたい全長が 8.5 キロぐらいあるトンネルなんですけど、掘るのに8年かかったんですよ。ただ長いだけじゃなくて、この木曽山脈を貫いてるので断層だらけなんですよ。あ、でこの超断層地帯をこう 8.5 キロもくり抜くっていう、難攻越の杖の難攻越、恵那山トンネルに並行してちょっとずつ登ってきてる感じです。割とちゃんとしたゲートがありますね。そうですね。ちゃんと許可を得てるので、はい、大丈夫です。この道の先にですね、はい、ちょっと気になる建造物があるので、それもちょっと確認しに行きたいんですよ。はい、森しかないのかと思いきや意外な建造物があるので、一応この辺りはずっと舗装されてますね。舗装されてますけど、ちょっとこの先怪しくなってきますね。そうですね、これはなかなかいい崩れっぷりですね。崩れたところにこの注意しろよって石を並べてくれてるんですよね。沢に向かって大きくえぐれた感じですね。アスファルトが落ちちゃってますよね、そこも。ここかなりしっかり強固に固めてありますけど、おそらくこれも一回崩れてやり直したんだと思うんですよ。大雨が降って土砂が一緒に流れ込んできて、道もろとも持ってかれた、持ってかれるっていうのがよくあるパターンですから。車は一応通ってるんですね、これ最近も、はい、私はありますから、結構落石、でかい落石が、でかいですね。石から木が生えてるっていう、よくこれが倒れずに生えてますね、石の上に木が。いいですね。これが一番つづらの最上部だと思います、はい、急に何かが見えてきましたよ。でかいのが。はい、これちょっと意外じゃないですか。思ったよりでかいものが。うん、すごい立派なんですよ、右を見てください。もう一機同じものが、ちょっと何なのか、はい、表示的なものは何もなさそうですけど。そうですね、建物によくあるテーソンもないですよね。ない、全くないんですよ。なんか空洞がありますけど、我々の正面っていうのはただコンクリートの地面があるだけですよね。そうですね。でその奥に建物の構造部との真ん中ぐらいに何か空間が下が空いてますよね、はい、ここでちょっと近づいて、はい、ちょっと耳を澄ましてほしいんですけど、はい、ゴーっていうゴーっていう音がして、強弱もあって一定じゃないですね、常に一定じゃないですね。今強くなりましたね、車の走行音じゃないかと。
これを聞きたかったんですよ。これをでまず今我々がいるこの位置関係ですけど、恵那山トンネルの真上にいると、はい、真上にで真ん中の穴っていうのは、はい、恵那山トンネルにつながってる。もうここは恵那山トンネルの換気塔で間違いないかな、はい、排気なんで、はい、その勢いよく上に登らないので横に抜けといた方が自然の風の流れで吸い込まれるというか、いろいろ考えてその自然の力だけで、はいはい、あのうまいことを換気できるように考えて作られたんじゃないかなと思います、うん、あでも中の景色はちょっとだけ違いますかね。あ本当だ、ちゃんとこう転落しにくいように対策を講じてある感じですね、うんうん、これあなんか、うん、なんかありますよ。立て子広場敷、砲弾時代ですよ、日本道路砲弾ですよ。今あの中日本高速ですけど、はい、というのがこの唯一のここを示す手がかりがこの文字情報が全てですね。ここにある